戸籍を無理やり登って転んじゃってますからね、気をつけないと。あら、穴部坂上の水戸街道と筑波街道の分岐点にあった土浦最古の道標、戸崎村。市内東部の手野町、阿座、新堀地内の国道354号沿いにあった道標を同国道の拡幅工事に伴って移設した江戸時代後期の道しるべ。盆地が上にね、あれね、盆地、あれでカートの地蔵菩薩を意味してる。江戸時代の道しるべか。それにしちゃな、綺麗に石、土浦城、櫓門の礎石。ああ、これね、見捨ててやがって。お、船がプカ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 やってますせ。船じゃないよ、鯉だ。何が船だよ。浦城西櫓、本建造物は17世紀初頭、元和67年頃、城主西尾氏の時代に本丸土塁上に東西の櫓が建立されたとした。西櫓はその一方の櫓である。土浦城はその後土屋氏の居城として、明治の廃藩置県に至るまで幕藩政治における土浦の中心象徴として存在した。土浦城内の建造物は明治以降、本丸館をはじめ多くの建物が火災や移築取り壊しにより失われ、昭和戦後に至り、本丸には太鼓櫓、霞門、西櫓を残すのみとなった。この西櫓も老朽化と昭和24年のキティ台風により、焼破し、昭和25年に復元を前提として解体された。復元を見ず今日に至り、土塁上には礎石のみが残され、わずかに往時を忍ばせるに過ぎなかったものを市民の常在をもとに復元した。
駐車場のコンクリートの上に油溜りがいっぱいでしたけど。大きい声で凍っているのは凍ってないんだね。最近物ですからね。しかし本当バカだったよく言ったもんでね、どうしても会いたくなっちゃうんだよね、これ。亀城じゃ、木城か。水城であったか。城は城跡に指定されている本丸、二の丸を中心に三の丸、外丸のほか武家屋敷や町屋を含み、北門、南門、西門、南門、西門を結ぶ堀で囲む総構えの規模を持つ。戦国時代には城主は若泉氏、志田氏、菅野屋氏と変遷した、職法旗、小田豊臣か、結城秀康の支配か、結城家か、江戸時代の城主は松平、括弧藤井。西尾市、くつく、くつき、くつき、くつきじゃないのね。くつき、土屋、松平、かっこ大河内。と変わったが、土屋正直が再び入場して明治維新と。明治以降、本丸跡は土屋、土浦県庁、新張県庁、新張郡役所。今は二の丸跡の一部、現在は二の丸跡の一部とともに騎乗公園となっている。
非常にどっから湧いてきてるの。本来その辺から湧きそうですね。あれ生きてる。こんなものなんだ。こっちは？なんで突然なんで突然猿さんがいるんでしょう。なんか変な感じ。駐車場はどこら辺だったっけ。ここから入ってきた。